ベレニケ一世、ベレニケ一世は、マケドニアーサギリシアの貴族であり、プトレマイオス一世と結婚してプトレマイオス朝、エジプトで最初の女王となった。元はエオルディの生まれである。父はメガス母はアンティゴネという名前が伝わっているが、二人とも地方の貴族で身分が高いわけではなかった。母方の祖父はカッサンドロスという名の貴族で、 マケドニアの摂政だった、アンティパトロスの弟であったために、摂政の家とはつながりを持っていた。紀元前325年、ベレニケ一世は、地方の貴族でありピリッポスという名の軍人と、結婚する。プルタルコスのほのめかすところでは、ピリッポスは、過去にも結婚しており、すでに子供もいたが、ベレニケ一世とも子を設けている。息子は、キュレネオ マガス、娘は、エピロスをピューロスの妻の一人となるアンティゴネも一人の、娘は、シラクサのテオクセニアと呼ばれた。マガスは、アポロの司祭として奉仕していた時に、自身とその父に宛てた剣士を残している。またピュロスは、ベレニケ一世の名前を新たな都市に関して、ベレニキスと呼ばせた。プトレマイオス二世とその母である。 ベレニケ一世最初の夫ピリッポスと種別後、ベレニケは母のいとこであり、プトレマイオス一世の妻であったエウリュディケの次女として子供たちを連れてエジプト中を巡ることになった。このエウリュディケの夫プトレマイオス一世はアレクサンドロス大王に仕える将軍の一人であり、古代エジプトのプトレマイオス長を創始した人物である。プトレマイオス一世の目に留まったベレニケは、 そのまま、紀元前317年に結婚する。アルシノエ2世とフィロテラという二人の娘と、プトレマイオス二世を二番目の夫との間に設けた。時代は、はっきりしないが、オリンピアの時期に、ベレニケ一世は、戦車競争を観覧したという記録もある。彼女の息子プトレマイオス二世は、父に反抗的だった。最初の妻エウリュディケとの調子。 プトレマイオス・ケラウノスよりも目をかけられ、紀元前285年には、父の後継者とみなされて、共同統治者となった。ベレニケ一世の死後、プトレマイオス二世と後のプトレマイオス四世ヒロパトルが直令を出して、先の女王を神格化したという逸話は、テオクリトスのイディルにも見られる。また航海に、港が建てられ、ベレニケと名付けられている。 ありがとうございます。